はい、ということで買ってしまいました。クロケット&ジョーンズのモールトンっていうモデルです。モールトンはここが U チップっていうものになってます。 U の形になってます。これ結構あのカジュアル寄りのものになっていて、これはちゃんとね牛皮カーフなんで、あのいざとなったら食べれます。多分ラストですね。ラストっていうのは木型っていうのかな、型が292っていう型になっていて、少し幅広なラストになってます。で、日本人の足はちょっと幅広だっていうふうに言われてるんで、日本人の足に合うようなラストになってます。ソールはリッチウェイソールっていうグリップ力の高いラバーソールですね。で、オールウェザータイプなので雨の日でも履けますよっていうものになってます。まあ履かないですけど。まずはね、なんかやっぱり違うな、重みが。足に歴史を感じます。1879年創業の。サイズ感については普段 26.5 か27くらいを履いてることが多いんですけど、革靴に関してはワンサイズ落として履いた方がいいということで 25.5 相当6ハーフっていうものを今履いてますが、ぴったりですね。以上です。ご視聴ありがとうございました。